こんにちは。ここが知りたい不動産の時間です。今回も皆さんからの不動産に関する質問にお答えします。コメンテーターは不動産コンサルタント会社株式会社 CF ネッツ代表取締役の倉橋孝之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も CF ネッツ鎌倉本店からお送りしていきます。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りします。今回はこちらのご質問です。川崎市麻生区にお住まいのペンネームお湯は都の西北さんからです。いつも番組を見て倉橋さんのライフスタイルに憧れます。庶民は家や車を一つずつ買うのも大変ですが、倉橋さんはたくさんお持ちどころかヨットまで。不動産業界は成功すると報酬が大きい夢のある世界なのですね。不動産に関係ない話ですみませんが、私の甥が大学生で就職活動を控えています。倉橋さんほどの大物にはなれませんが、これから社会に羽ばたく若者たちにアドバイスをお願いします、ということですが、倉橋さんいかがでしょうか。すごい勘違いだね。勘違い、どこが勘違いでしょうか。みんなね、結構勘違いしてさ、はい、就職活動する人いるけど、不動産って、ね、もっと地道なんだよね。地道な職業、地道、はい、でやっぱりね、若い時にその努力して、いろんな知識を蓄えて、要するに時間を投資するっていうことね、これがないまんま成功はできないですよ。これ何でもそうと思うよ、はい、で、大事なことはね、やっぱり、僕もね、そのこの業界に入った時に、住宅を買ってね、はい、で例えば1000万くらいの、ね、マンションを買って、でそれをね、950万くらいローンを組んで、どんどんこうね、返済するよね、はい、そうするとさ、資産がここにあって、負債を差し引いたのが純資産でしょ、うん、でこのマンションがね、1年半くらいで1500万くらい上がっちゃったと、うん、でローンの方の返済がどんどん進んだでしょ。でこれ売却して 3LDK の方に移ったわけ、はい、で移った時にまたローンを組んでるわけね、うん、で住宅ローンはいつも安いわけだから、自分が住んで家賃の代わりにね、支払う分でローンの返済をしていけば、それは自然とさ、純資産増えていくよね、はい、でそれを今度担保に入れてまたワンルームマンション買ったりとかしながら、資産をどんどん増やしてきたわけね。でこれはさ、本業とまた別の話だ、はい、で、ある意味で不動産の知識が得たからこれができたってことね、うん、でね、世界でね、常識なのは、いわゆる成功するにはね、3人のネットワークが必要だって言われたわけ。3人のネットワーク、うん、1人は弁護士、法律から自分を守るため、はい、で、税理士は税金を節約するために、ね、うん、税理士をやっています。僕なんかはね、ちゃんと税金を納めてるよ、うん、でもう一つは不動産の専門家って言われてるわけ、はい、でそれは何かというと、資産を増やすには、先ほど申し上げた通り、資産を増やすには不動産はね、欠かせないんですよ、うん、だから成功した人のほとんどっていうのは不動産はほとんど持ってますよ、はい、で、そういうことで、考えてくると、不動産をね、その学ぶことの重要性っていうことがあって、はい、今度はね、消費と投資って物事の考え方があって、なるべく消費はね、投資に回す、お金は投資に回して利益を上げる。だから僕は不動産を購入するために、要するに資金を用意して投資をしてたってことで、今度は会社ができてくると会社に投資する、はい、でこの会社が徐々にね、ある程度成長してくると株価も上がってくる、そうするとこれもね、銀行の評価という形になると、はい、どんどんね、投資してきたことが信用につながってくるということで、信用につながってくるとどういうことが起きるかっていうと、さらに新たなね、成長することができますねっていうこと、だからそういうふうに考えていくと、やっぱりね、若い時にやっぱり自分の時間を投資する、お金がない時は時間を投資する、お金ができてきたら今度お金を投資する、うん、っていうことを繰り返していけば、なんとなくこんな風には生活できちゃうんじゃないかなと思うね。しっかり学べる場で修行することが大切っていうことですね。でね、不動産でよくね、失敗する人はさ、はい、やっぱり入り口がそう思っちゃうわけ、なんか不動産業入ればなんかいい生活ができる、もう額が大きそうなイメージはありますよね。あるけど、その振りコミッションでね、働いてる人で中にはそういう人はいるかもしれないけど、ほとんどはなんか嫌気がさして業界から離れていっちゃうってことは多いわけ。CF ネッツの不動産投資はお客様と向き合うことから始まります。
それは皆様の大切な財産を一緒に築いていくことが目的だからです。まずは個別相談から。詳しくはホームページまたはフリーダイヤル 0120-177-213 までお待ちしております。だからやっぱ会社も選んでやっぱりそのね、学べる機会を与えてくれるフィールドのある会社を選ぶ、まあ当社なんかそうだよね、はい、だから CF ネッツ、まあ、毎年毎年新卒募集してるし、はい、中途採用も募集してる、まあその入れるかどうか分かんないけど、まあ一応チャレンジしてみていいんじゃないのって僕は思うわけ、はい、そんなハードル高くないですよ。学べる場ですもんね。学べるし、あのね、新たなどん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 新規事業がやってきてるから、常にねその成長が早くなると思う、はい、でもう一つはね、ついでの話していい、はい、あ、ほら三崎港ラーメンってあるでしょ、はい、あの中国の人にさ業務委託してたら、ほら例の香港の関係でさ、はい、帰っちゃったんだよ。それで今ね、あの空いちゃってるわけ。だからもしね、ラーメン屋さんで自立したい人とかさ、まあ経験者でもいいし未経験でもいいですよ、はい、それで入ってきてくれたらもう店1個任せれば売り上げに応じたその所得が得られるよね。でもう一つね、あの、和食の職人、はい、この六本木のほら遊びがさきってあるでしょ、あそこが今度そのね、ちょっとあの辺開発になっちゃって立ち退かなきゃなる、だったらもうめんどくさいからこっち来なさいっつって、はい、この近くのビル買ってそこに入るのよ。あ、大船になるってことですね。そう、これがねちょっと大きい店舗だから、あの和食の職人も今募集してる、はい、でこの人たちはさ、ね、一回技術身につけたらまあ必要はないよねってこと、まあよかったらね、そのなんていうかな、チャレンジする、ね、やっぱ若いうちにリスクしょってチャレンジした人がやっぱそれなりのリターンを得られる。でそれでやりながらどんどんそのね、要するに成長する、うん、でそれで、いろんな形で所得が上がってくるっていう形が一番いいんじゃないかなと思うね、うん、でさらにさ、あのほら今出てきたけどヨット、はい、これ会社の持ち物、あ、じゃあ個人ではないんだよね。だから別にさ、ね、会員になればさ、はい、ね、みんなで金出し合って借りるのは可能なんで、うん、まあ、ぜひそのもので使ったらいいんじゃないかと思います。楽しいですね、うん、人生やっぱ楽しみってあるのにあるからさ、そのために学ぶ姿勢が大事ということですよね、うん、やっぱ若いうちに、うん、やっぱね時間を投資することは、お金がないときはもう時間を投資する、でお金ができたらお金を投資する、ね、常に投資、消費じゃなくて投資します、うん、これが一番の生き方じゃないかなと思うな、はい、いい若者たちへのアドバイスになったと思います、はい、ぜひぜひ、はい、あ、うちにも就職してください、はい、ぜひ応募してください、はい、入るかどうか分からないけど、はい、倉橋さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。CF ネッツグループでは現在社員を募集しております。詳しくは CF ネッツホームページまたは 0120-177-213 までお問い合わせください。ここが知りたい不動産では、不動産に関する質問をお寄せくださった方の中から抽選で10名様に倉橋さんの著書教訓をプレゼントいたします。次回も皆様の質問にお答えしていきます。それではまたお会いしましょう。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りしました。ここが知りたい不動産は FM 横浜 TVK とも連動しています。合わせてご覧ください。